はい、今回2023年8月に入ってトヨタ新型ハイラックスに大幅改良の情報が入ってきたんで、改良後スペックで改良点とあと価格と発売日が判明したんで、まあ順を追って紹介していきます。で、まずは簡単に時系列から。初代が55年前ですね、1968年3月に登場して、7代目は日本で発売しなくて13年ぶりに8代目としてですね、6年前、2017年9月12日に登場して、で間に1回ですね、2020年8月19日にビッグマナーチェンジを挟んで、グレード編成、ボディカラーの編成と新装備の追加があって、で直近だと2年前ですね、2021年10月8日に一部改良実施して、でこの時にですね ZGR スポーツを追加して、でちなみに去年の現行ハイラックスの累計販売台数ランキングの方が、まあ50位圏外なんで、ランキングの方は詳しい情報も分からなくて、販売台数もですね詳細な情報は分かってないですけどね、まあ大体月間にして880台か900台っていうのが月間販売台数の平均のですね販売台数だったみたいで、だから1万500台か1万1000台ぐらいの間の販売台数って聞いてます。で改良スペックの方がボディサイズが結構違っていて、 X と Z が全長 5m34cm で、シャーバーが 1m85.5 の全高 1m80cm なんで、だ GR スポーツと比較した場合、 GR スポーツが全長 5m32cm なんで 2cmXZ の方が全長なくて、で GR スポーツのシャーバーが 1m90 なんで 4.5cm ですね、 XZ の方が狭くて、ジアスポーツの全高 1m14 なんで 4cm ですね、 XZ の方が低くなっていて、ホイールベースは全グレード 3m8.5cm で、最低地上高が 21.5cm で、最大積載量が 500kg までで、最小回転半径が 6.4m もあって、同じ SUV のランクル300系でも 5.8 か 5.9 だったと思うんで、かなり大回りとなっていて、でタイヤサイズ上が XZ、 下が ZGR スポーツで、 XZ が 265/65R17 インチ、 ZGR スポーツが 265/60R18 インチとなっていて、でエンジンが1つ直列4気筒 2.4 リッターのディーゼルエンジンで、出力が低めの150馬力、400ニュートンメートル、40.8キログラムで、で、最新燃費、全グレード一緒で、GR スポーツも Z も X も一緒の 11.7 キロパーリッターで、で、トランスミッションがスーパーインテリジェント6速オートマ、で駆動方式はまあ全車4駆となっていて、乗車点は2シートの5名乗車ですね。ハイラックスとは後席広いんですかね。で改良点、1つ目がエントリー廉価の X が廃止になって、だ基本的にも Z グレードですね、とあとはまあ ZGR スポーツがラインナップ2つのグレードになって、で2点目、ボディカラーの編成、スーパーホワイト2が廃止になって、新たにプラチナホワイトパールマイカを追加、まあ似たようなボディカラーなんですけどね、また違いの方画像の方で貼っときますけど、で3点目、その Z グレードにパーナミックビューモニターが標準装備化になって、Z GR スポーツの方は元々標準装備だったんですけどね。で4点目、その Z グレードに8インチのディスプレイオーディオを標準装備化、まあこちらも
ZGR スポーツには標準装備として装備されていて、で5点目法規対応車になって、で車両価格 Z が388万2000、 GR スポーツは431万2000で、 GR スポーツは特に変更点がないんで価格は変わりはなくて、 Z の方はこの現行車の価格がですね20万近く価格アップするという情報で、で発売時期トヨタ新型ハイラックスを来月9月下旬にマイナーチェンジ大幅改良実施へ、まあ9月27、28って言われてますけどね、トヨタも下半期に入って改良とか前チェーンとかフルモデチェンジ新型車の情報が入ってきていて、まあプラトもですねランク250系車名を変更して新型車が登場しますし、新型プラドランクル250系に関しては来年の上半期に発売って発表されていて、2024年の3月か4月ぐらいですねフルモデチェンジって言われてますけどね。現行ハイラックスもモデル周期を考えたらいつフルモデチェンジをしてもおかしくない時期には差し掛かってきてるんですけどね。8代目が登場してもう6年が経過してきてるんで、まさかここに来て改良を挟んできてるんで、しばらくはモデルチェンジがないですかね。またハイラックスに関する改良情報が他にも入ってくる可能性があるんで、新しい追加情報が入り次第ですね動画の方で順次アップ予定です。はい、今回改良後トヨタ新型ハイラックスに関する最新情報として、改良後スペックと改良点と価格と発売時期について紹介しました。